はい、田村です。今日は6月1日です。えー、在来フルーツ小麦の収穫がいよいよ差し迫ってきましたので、様子を見ていきたいなと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、ここは、あのー、育種してる時からずっと使わせていただいている田んぼの添削でになるんですけども、去年巻き時が1ヶ月遅れまして、で、4月の段階で40センチぐらいだったんですけども、えー、5月、 1>, えー、1ヶ月丸々ですね成長しまして穂が出てくるところからだいたい黒筋がビヨンと伸びてきてもう7 0ンチぐらいですかね、えー、なってきましたはいまあ個体差ちょっとありますけども、まあ、だいたい6 0ンチぐらいになってくればコンバインで枯れてこれますので。 とということでですね、去年の長雨で大根植えたんですけども収穫見込めなかったのですぐにね、えー、作付け変更して小麦を、えー、巻きました、えー、こういうところに、あのー、箱ベがね、あのー、生えてきてますけども、えー、収穫時期になれば枯れてくるかなと思ってます小麦の畝って不思議なんですが、まあ、堆肥も肥料も入れてないのでまあ何とも言えないですけども 畝はね今年忙しくて中厚できなかったんですけどもあまり草生えてなくてですねえーまあ、カモミールはなぜかこう生えてきてるんであれなんですけど、はい、あまず良かったかなとで問題はこっちですねこの辺も7 0ンチぐらいようやくなってきましたねいやでもねやっぱり9月の末にまくのが心のね安定にはつながりますよね10月ドキドキしながら 種まいてで発芽するまでに2週間とか10日ぐらいかかりましたからやっぱ気温があったかいうち9月の末までに種をまいて10月に発芽してくるで10月11月と麦踏みしているような管理ですとやっぱり春先気持ち的に安心しますし生育もね、えー、昨年やっててよかったなと思いますので、えー、今年は時期を逃さず 無理にね、野菜やろうとせずに、ちょっとね、数年は穀物優先で、まあコロナもあり、えー、バイトさんも雇えない経営状況ですので、えー、そこはね、潔くジャッジして、えー、しっかり穀物を取ってで、長期保存でき、長期出荷でき、そういう作物を、ね、中心にやっていきたいなと思ってます。はい。ということで、受粉も終わりましてね、6月1日、 えー、どういう状況かと言いますと今こういう,うな状態ですねでのげですとか取っていくと、えー、小麦の赤ちゃんが出てきてますでこれをちょっとね潰してみますね、えー、こういうふうな感じで、えーえー、入熟期ですか えー、になっております他のもおそらくそうですね5月中に開花して、えー、受粉してで5月の末ですかね雨の中でまた花が咲くんですけども徐々にね、えー、こういったこういったところですねこれ今まさに咲いているような状態ですねこういう時期に長雨に当たるとですねここがこう,うどんこ病みたいな細菌病にかかってき 来るので通常の農家さんですと殺菌剤まいたりとかいろいろするんですけどもうちはねそういうことを一切しない栽培をね心がけておりますのでてかずっとそれをやってきてますので,で受粉が終わると色もねだんだんとこういうふうな感じになってきます、ねはい、ちょっともったいないんですがこう花粉が出ている方があやっぱり取る時 やっぱり取り取づらいですねで受粉が終わっておそらく2週間ぐらいですねこんぐらい差が出てくるです、ね、ちょっとむいてみましょう、ね、受粉が終わるとこういうふうに実が入ってくるんですが花粉が出ている状態ですとまだねこれすらも中にできていないっていう状態になって はい、なので花粉がこう出るときは、えー、緑色濃いんですが受粉が終わってくるとこういう,うな感じで、ね、ちょっと開いている状態になってきますねで重さが出てくるとこの方がこう立ってたのがクッとこうなってきますのであとは色もね黄、えー、金色になってきますのではいというような感じで受粉も順調に進んでいるかなと思います で実が充実してくるとどんどんこうでんぷんを作ってきて膨らんできますのでその作るとねいよいよ、えー、畑の猛者たちスズメが、えー、その乳液を吸いに来るというね、はい、田村の心はこうねもう吸われていくような感じちょっと痛いですよねもうちょっとで収穫だっていうの、ね、にかなり荒らされるんですよ、ね なんとか対策したいなと思いますけども毎年ねえ1割ぐらいはスズメに食われますからねはい、あ、それも見越してね種まき管理やっていきたいなとちょっとやそっと食われてもねもうわいいよ食ってくれるぐらいのね感じでねえー、小麦栽培やっていきたいなと思います今年も ここ以外にもあと5倍面積増やしてますのでそっちの方も巻き遅れましたけども生育追いついてきましたのでだんだんとね、えー、ものができてきて皆さんにお届けできるものができてくるので、えー、ちょっと安心しておりますということで6月1日の、えー、状態でしたまたね収穫前になると思うんですけどもね次また小麦畑来るのはい栽培フルーツ小麦の畑からでした以上ですこんな感じね うまく出てきますので週末にまた同級生に手伝っていただいて、えー、捕食作業を、ねあのー、やっていこうとい,いつもご視聴ありがとうございます高評価、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします